ルイ・ガブリエル・ド・ボナールルイ・ガブリエル・アンブロワーズド・ボナールルイス・ガブリエル・オンブワーズ・ビコント・デ・ベモルド1754年10月2日から1840年11月23日はフランスの著述家、反革命哲学者、政治家アベロンのミロー近郊にあるルモナで生まれた百九十一年に革命思想を嫌って亡命しコンデコの軍に参加したが その後すぐに、ハイデルベルクに落ち着いた。そこで1796年に、最初の、重要にして、大変保守的な著作である、テオリー・ジュプ・ーボワール・ボリティーク・イネリジョクスを、表したが、その中において彼は、君主制を擁護し、ブルボン家の復帰を予言したために、この著作は、総裁政府によって非難された。フランスに戻ると、ボナールは、自らが、 疑惑にさらされていることに気づき引退を余儀なくされた。1806年に彼はフランスワールネド・シャトーブリアン、ジョゼフ・フィエベと組んでメルクール・ド・フランス市の運営に参加した。1808年には皇帝ナポレオン一世から文部大臣、さらには彼がかつてよく攻撃していたミカドツ大学の顧問に任命された。1816年から彼は アカデミー・フランセーズの船員であり、1815年から1822年まで大議士であった。彼の演説は非常に保守的で文学の検閲を主張した。1822年に彼は国王類18世から国務大臣に任命され、検閲委員会の議長となった。翌1823年に死者に助されたが、1830年に、 先生を拒否したことによってその爵位を失うこととなった。それ以降は公務には全く携わらず故郷のルモナに引退し、その地で亡くなった。ボナールは、ジョゼフ・ド・メーストル、フェリシテ・ドラムネー、ピエール・シモン・バランシュ、フェルディナント・デック・シュタインを含む、神聖主義的、伝統主義的学派の代表的な著作家である。彼の著作は、 社会哲学と政治哲学が主題であり、究極的には言語の心的な起源という一つの壮大な原理に基づいている。彼自身の言葉によれば、ペンセ・サパローレア・バント・デパーラー・サポーンセ、すなわち最初の言語はすべての真理の本質を含んでいる。ここから彼は、神の存在、聖書の心的起源とそれによる最高の権威、そして、 教会の無比喩性を演劇した。この思想が彼のすべての推論の根源にある一方で、常に適用される一つの公式が存在する。すなわち、すべての関係は原因、意味、結果の三つによって厳明される、というものである。それは全自然を通じて繰り返されていると彼は、考えた。したがって宇宙においては、第一原因を、動力者、運動を意味、 体を結果として捉え、国家においては力を原因、大臣たちを意味、親民を結果として捉える。家族においては、同様の関係が父親、母親、子供によって霊障されている。これらの三つの用語は、お互いに特定の関係を帯びている。第一のものは、第二のものに対応するが如くに、第二のものは、第三のものに対応する。したがって、 宗教世界の壮大な三者、すなわち神、キリスト、人間は、信心が、人間に対するごとく神は信心に対している。この基礎から彼は、政治的絶対主義の体系を構築した。ボナールの文体は大変美しく華麗であるが、単純で力強い。多くの実り多い思想が彼の著作にばらまかれているが、彼の力割り、論の説得力にあるというよりも、 むしろその発言の活力と誠実さにある。彼には4人の息子がいるが、その中でも、ビクトールとルイジャック・モーリスが有名である。特に後者は後に、数奇教となったことで知られている。ありがとうございます。